はい、それとここの後ろ幅を結んでください。はい、皆さんこんにちは、着物カフェです。このチャンネルでは気軽に入れるカフェみたいに気楽に楽しく普段着物を楽しみたい人に向けてのチャンネルとなっております。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。広いんですね。これは8ミリか9ミリでこっちが1センチくらい。はい、今日は9月の後半から和裁教室に週1で通っていて、作っていた木綿着物がついに仕上がりましたので、そちらを着ていきたいと思います。今回作ったお着物は会津木綿の反物を裁断から始めまして、1日だいたい4時間のお教室を6回通わせていただいて、だいたい24時間かけて1枚を作り上げることができました。わからないところは先生がお手本を見せて縫ってくれたりしてもらいながら、宿題をお家でやってやっと作り上げることができました。作ってみて、まだまだね、初めて全て手縫いで作った置物になるので、粗いところは正直あるんですけれども、まあ、そんなことがね気にならないくらいすごく愛着の湧く一着目となりました。はい、それでは早速着ていきたいと思います。この会津木綿は動画でも紹介したんですけれども、会津の織本さんのところで直接買った反物になります。作ってみて、1枚の長い13メートルあった反物がこうして着物として着ることができるようになったっていうのがまず、感動ですね。はい、そして着物の作り方っていうのは無駄なところが本当に少なく出るような作り方になっていて、物がねなかなかなかった時代に生まれた衣類ではあるんですけれども、本当に素晴らしい技術だなっていうふうに思いました。そして何より着ていてとても可愛いんですよね。やっぱり着物が可愛くなかったら正直ここまで好きになることはなかったと思いますし、どんなに環境にも良かったりとか伝統だって言われても可愛くなかったらやっぱり着ないと思うんですよね。やっぱこうして着てみて帯に合わせたりとか小物に合わせて自分流のおしゃれを楽しめるっていうところがとっても面白いですよね。そして今回のように自分のサイズで、そして自分で全て手縫いで仕上げたっていうところにもうすごく感動して満足感が違います。どんなブランド物を買った時よりもなんかねすごく特別な気持ちになりました。はい、でこちらの会津木綿とっても柔らかくて、生地がしっかりしてるので今の肌寒い時期にすごくとてもぴったりだなと思います。着物には化繊だったり正絹だったりすごく素敵なお着物がたくさんあるんですけれども、やっぱり私はこういった木綿とかちょっとこうほっこりしたような普段着の着物がすごくやっぱ一番好きかもしれないですね。生活に馴染みやすい普段着着物っていうのがすごく好きです。はい、で私のこの普段着物チャンネルなんですけれども、もう少しでねなんと登録者が3000人近くなってるんですね。本当皆さんいつもこんな着物初心者の動画を見てくださり、またコメントをくれて本当にありがとうございます。本当に励みになりますし、私自身もやっぱり見てくれる方がいるからもっと動画を撮ろうと思うことができていて、さらにやっぱりもっと勉強しようとかこういったものを紹介しようっていうふうに思えるので本当に嬉しいです。ありがとうございます。でなかなかね皆さんとお会いする機会っていうのはないんですけれども、チャンネル登録者が3000人を超えた場合3000人がもし行ったら、なんかこう記念として日頃のこう
方に向けて、お話ししたいというか、お話できたらいいなと思ってライブ配信をしようかなと思ってます。はい、なのでまだね、もしチャンネル登録をしていない方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方お願いします。そう、チャンネル登録がね、こう節目節目に何かライブだったりイベントだったり、なんかできたらいいなと思ってます。はい、皆さんと交流ができる場を、いろいろ妄想しながらいつも動画を撮っています。はい、ということで、初めて自分で和裁手縫いで作り上げた着物の、完成です。はい、こんな感じです。やっぱりこの島のお着物可愛いですね。この色選んで正解でした。はい、で私ですね、和裁の、チャンネルをサブチャンネルとして作りましたので、そちらではね、その和裁に関することだけの動画を、撮っていこうと思いますので、チャンネル名はクジラジャクという、和裁の寸法の名前をちょっとお借りしましてチャンネルを作りました。概要欄の方に載せておきますので、ぜひそちらの方も興味のある方、チャンネル登録の方お願いいたします。はい、はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。これからね、どんどん寒くなってくると思うので、皆さんお体にお気をつけてお過ごしください。私もね、ちょっと羽織が欲しくて、ちょっとこの後、探しに行こうかなと思います。こんな感じで、初めての木綿着物はこんな感じです。じゃあね、バイバーイ。